こんにちは、もこふわです、えー、今日も YouTube でおしゃべりをしていきたいと思います、えー、今日は話したいことがたくさんあるのでお付き合いをお願いします、えー、まずですねじゃんアムヒビニットブックセカンドがついに我が家にも来ました はあ、嬉しい <laughs> これねあのすごい欲しかったんですけど前回の動画でもちょっと私わちゃわちゃしてるんですけどだるまさんのパターンブック8のオープンワークプルオーバーに結構苦戦してましてうん。 あれが終わらないことには次の編みかけを増やしてもしょうがないしそれまであのこのね「アムヒビニットブックセカンド」は買うのは我慢しようと思ったんですよ。思ってたんですけど <laughs> やっぱりなんかこれ10月30日が発売日でこの発売日が過ぎたらまあおそらく本の中身の情報解禁じゃないですけど。 そういうい感じな、ね、になってきてき作者のにゃんこ先生のインスタのアカウントを私フォローしてるんですがだんだんねこうにゃんこ先生がモデルさんのねその編んだ作品を着用しているオフショットとかを投稿で載せられるんですよね。<laughs> もう可愛くって可愛愛くくてて ねえもうでもなオープンワークプロオーバーあるしなでもなみたいな感じで本当にもうずっと悩んでてそれでインスタのストーリーに載せたんですよそしたらなんとなんとにゃんこ先生ご本人からねあのその私のお悩みストーリーの 返事みたいな感じであ直接ね DM を下さって「もう買いなされ」みたいな感じで声をかけていただいたんですよまさか私ご本人からそんな DM いただけるなんて思ってなくて「あもう買います」みたいな感じになってしまってもう即答ですよね。意思は一瞬で揺らぎ買いました <laughs> そうそれでまあ皆さんねこれ持ってらっしゃる方が多いと思うんで今更だとは思うんですけどこの中で私が可愛いなあみたいなと思った作品のことをベラベラとらと喋ろうと思いますそう多分この中では みんな気になってるって言ってたのがアランブリオオシュプルーーバーだと思うんですよ、ね、私もそのアラン・アンド・ブリオッシュプルオーバーの着用画像を見てもうこれはなんか編み物の作品手編みの作品というよりか普通におしゃれな服屋さん カタログななのかなぐらいのレベルの、ね、なんか洗練されたデザインだなと思ってそうこのアランドブリオシプローバーは編みたいなって思ってるセーターですあとはこの表紙のねスカラップヨークのセーターもとても素敵で。 私こういう色が多分肌色的にすごい似合うんですよ。で今日もちょっとこのなんていうのかなえんじと言いますかオレンジこのね色来てるんですけどそうだからこの配色すごくいいなと思って編みたいなって思ってます。あとは点線っていう編み込み模様の。 セーターも素敵だしこのなんかブラウスみたいなヘリンボーンチュニックっていうセーターも本当にこんなのがこう本当ブラウスみたいなセーターなんですねセーターチュニックかこれが手編みで作れるんだっていう素敵なチュニックです これも編みたいしあと「くまのプーさんセーター」っていうモヘアで編み込みで老後といいますかくまのプーさんのお話のセリフ英語でねそれが編み込まれてるセーターもあるんですけど結構最近こうロゴが入ってる編み込みされてる セーターって市販でもよく売ってると思うんですけどそうちょっと気になってても部屋で可愛いいし編みたいなーって <laughs> あとはこのね裏拍子背拍子か背拍子裏拍子かのスモーキングソックスも編みたいです。本当に靴下をね 編みたいな編みたいなと思ってるんですけどちょっとハードルが高そうで <laughs> 私に編めるのが心配だなと思ってるんですけどこの靴下はすごいデザイン的に結構ツボなので頑張って今年か来年か編めればなって思ってます。そうなので、まあ、しばらくはね オープンワークプルオーバーがまだまだなのでそれが完成しかけた頃にこのアムヒビニットブックセカンドから何か見たいなって思ってますそれでですね次そのオープンワークプルオーバーの話なんですけど 前回見頃をほどいてたと思うんですがその後ねちょっとまた怖いのであれを全部ほどくのがねだから袖をから編んでみようかなと思って片袖を編み始めましたそれで1回目は13号で編んでいたんですけどずいぶん大きくなってしまったので12号で 編み始めましたで最初この袖の部分のゴム編みをしてでも弱編みに入ってったんですけどまたなんかすごい横が大きくなっちゃって <laughs> もうなんか絶望ですよね。でとりあえずこんなのはちょっと切れないなと思ってほどいてでもゴム編みはちょうどよかったんですよ。なのでゴム編みは ちょっと未練が残っってててけないないとか思ってたんですねそれでインスタでどうしようってもうなんか私なんかにもう編めないのかな <laughs> みたいな感じでちょっとねネガティブになってたらあのフォロワーさんがね優しくアドバイスしてくださってあと編,編んでるインスタで編んで編み上がったのをこう 載せてる方ハッシュタグで検索したら同じようなお悩みを抱えながら完成させた方もいたのでその方がたまたまねやり取りしたことある方だったので DM したりしてアドバイスを聞きましたそれでまあ結局結果そのゴム編みの部分は温存させて。 上編みの部分は11号にね下げて編み直しましたそれで一応昨日の夜片袖は完成したんですよちょっとやっぱり大きい気がするんですよねで測ってもやっぱり横幅が大きくって縦はまあ気持ち小さい感じなんです まあでも、まあでもね、もうこれ以上ちょっと編み直すのはね、毛糸も痩せてきて、なんかケバケバになってきちゃったのでやめようかなと思って、これで一旦水通しの時にこう伸ばして完成させちゃダメかな。<laughs> いいかな。まあ、いっかと思って。 多分これ以上編み直しすると私嫌になってきてしまうのでとりあえずね自分用のウェアを編んだことがあの失敗しちゃったベスト以外はないのでとりあえずこれで進めてみようと思いますめちゃ腕太いけどね <laughs> 本当にこれでいいのって感じ自分が今着てるスウェットでもと同じぐらいかな まあね、これも何事も経験なのでちょっとこれで進めていこうと思いますなのでねいろいろ優しくアドバイスしてくださった方々本当にありがとうございます頑張って挫折せずにね編み上げたいなと思いますはいであとは最後というかもう一つ お話ししたいことがあってそれがですね、えー、と先日愛知牧場愛知県の愛知牧場っていうところで羊フェスタというイベントが開催されてたのでそれに行ってきました一応羊にまつわるもののイベントで羊というか毛統とか羊毛とか。 まあ、羊の毛を使ったグッズとか羊モチーフのグッズとかあとはなんかラム肉とかねそういったものがマルシェみたいな格好で出店されてたりあと羊さんの毛刈りショーとかがあったりするイベントです。でどうしても行きたくて車でねうちから1時間ぐらいかかるんだけどまあ夫にね お願いして娘と夫と一緒に行ってきましたそれでもう朝結構開始早々行ったのでまだそこまで人がたくさんいなくてそこで娘は夫と一緒に動物さんを見てきてくれてる間に私はお買い物をしましたそれで買ったものがですねまず じゃんこれとってもかわいい糸を買いましたちょっと明かりの加減で微妙なんですけどこれはえー、っと希望屋さんっていうところの手染め糸です。 でしかも手紡ぎもされててでねすごい綺麗な色なんですよ。私あの手染め糸ってまだ買ったことなくてであの化成糸も買ったことなくてなんですけどなんかねこれが置いてあった時にすごい綺麗で色がななんて言うんでしょう ちょっとこの画面越しでは伝わらないんですけどすごい色にねこう透明感があるというかうん手染めだからこうムラがあるんですけど多少ねそれもまた良くてなんかすごいこれ素敵と思ってでねこれラムウールでクズで染めてるみたいなんです。で 私本当に植物染めとかも知識が全然ないんですけどクズってズず餅のクズなのかなよくわかんないんですけどこんな綺麗に染まるんだと思って他にもあのピンクとか紫とかすごい綺麗な色で染まってる鉄麦糸が売ってて。 本当はね、紫とかも欲しかったんですけどこの色がなんか一番私に似合いそうだったのでこれを買ってきましたでまあ2かせあれば帽子ぐらい編めるかなと思って二枷買ってきました結構こうやっぱり鉄麦糸なので太いところとか細いところとかがあって。 これでもうスラブっぽくなってるからねシンプルな編み方でもすごくかわいい感じに仕上がるんじゃないかなと思ってますとっても素敵リラムールだからチクチクもしないし私玉巻き機持ってないんですけどお店の方がこうやってね膝に座って膝にかけてからこうかせ機がないならね広げてで巻くといいよって。 教えてくださったので、とりあえずその方法でやってみようかなと思います。なんか、こう、インスタとか YouTube とかでも、こう、手染め糸を購入されてる方結構いらっしゃって、そういう投稿とかね、見ると、すごい素敵なんだけど、素敵なんだけど、こう、そこまで、 結構お高いし、鉄のメイトって。なんかそこまでな何がそこ、その、購買、購入意欲をかきたてられるのかなと思ってたんですけど、やっぱね、画面では伝わらないこの色がすごい綺麗で、あこれは沼だわって思いました。本当に素敵でね。で、なんかさ、その、 自分でふわふわのこう羊毛を紡いでふわふわをこうやって糸にした上になんか多分私の想像ですけどお鍋でさこう煮出して植物とかをそっから色を出してで染めるわけじゃないですか糸を。で乾かしてってめちゃくちゃすごい工程だなと思って。 なんかそしたらだんだんね、この糸が本当に愛おしい存在に見えてきて、うん。なんかいいなーって <laughs> 思いましたね。だからこれは大事に大事に編もうと思います。もね、素敵。<laughs> かわいいです。火星糸をね、買ったことがなかったので、 なんかもうこのフォルムを自分がゲットできたことでもう感激このままこうやって飾ってたい <laughs> かわいいですはいでねもう1個もう1個というかもう1店舗購入したのがラメールさんっていうところからじゃんまだ開けてないんですよ ますこのね羊さんこれも全部羊毛でここもねこのここも羊毛でね作ってある羊さんかわいいね私羊さんとかアルパカの小物がすごい好きでそこ そのね飾ってあるスペースがあるんですけどそこに仲間入りさせたいなって思ってます。もうとっても可愛くないですかでねこれしかも800円ぐらいでえ、ね、めっちゃ安いじゃんと思って実質無料じゃないこんな可愛さでと思って <laughs> ねえ可愛いでしょう。 ベージュでお顔も茶色っぽい子もいて本当はペアで欲しかったんですけど我慢してこの子だけね一匹お迎えしてきましたかわいいこれこの針金をちょっと調整すると立つもうめちゃくちゃかわいくないですか、うん、顔もなんかちょっと笑ってるし一つ一つね表情が違ったから全部見て。 選んで買いましたで、ね、ここに行ってもらおうあとはマスキングテープを買ったんですよ見てくださいこの羊のお仕事見づらピンとピンと,ピンと合わないなそうこのマスキングテープすっごい可愛くって羊さんがね自分の毛で 毛を紡いでねなんか毛と玉を作ってるイラストとか全然見えないよね、うん、でもね本当に可愛くってこれがなので買いました全然ちょっとでもこの絵エスラかわいいでしょフ <laughs> ね本当にもうピント合わせが下手すぎますね <laughs> ちょっとこれインスタに写真載せようかなと思ってます可愛いのでよかったら見に来てくださいはいそうざざっとね一気にお話ししたんですけどそんな感じで今日は「アムヒビニットブックセカンド」をゲットしたよっていう話と羊フェスタに行ってきたお話とオープンワークプローバーの 進捗。具合でした。で <laughs>、ね、なんかこのオープンワークプルオーバー本当に苦戦してる。でもどうにかこうにかして仕上げたいんですよね。今月中にでもまだね。11月も始まったばっかりなんで頑張って編んでいきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で終わろうかな。 本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。